表面に焼き色をつけます。全部焼き色をしました。そして余熱を取ります。バルサミコ、そしてオレンジジュースを煮詰めます。あ、OK ですね。これがおソースです。切っていきます。美味しそうですね。オレンジ、玉ねぎ、みょうがはたっぷり乗ってます。おソース、おソースをつけてます。うん、オレンジとカツオのたたきのハーモニー素晴らしいです。